ミズーリ川を背にして立つミズーリ州会議事堂。ミズーリ州会議事堂は、アメリカ合衆国ミズーリ州の州都ジェファーソン市に立地する同州議会の議事堂。ミズーリ州議会の上下両院の議場のほか、州知事室、州副知事室、州務長官室、州水等役室、州監査役室、その他行政各局の事務所が置かれている。 現在建っている庁舎は1917年に建てられたもので、ジェファーソンシティでは3代目、ミズーリ州市場では6代目のものにあたる。ミズーリ州会議事堂の庁舎及び敷地は、単体で1969年に、また議事堂を含む、地区全体は、ミズーリ州会議事堂を歴史地区として1976年に、それぞれ国家歴史登録罪に指定された。 正面玄関前に立つトーマス・ジェファーソンの像、水売り集会議児童は、地元水売り州南西部、カー政ージ山の密度の高い大理石を用いて作られている。庁舎は左右対称に作られており、上下両院に等しい象徴的重みを与えている。建築様式は古代ギリシアローマの寺院から、ワシントン DC の連邦議会議児童に至るまで、 歴史上の様々な建築物を参考にしているが、古林都市式の中東に見られるアカンサスを地元の植物に置き換えるなど、この議事堂独特のアレンジも見られる。庁舎は5階建てで、東西437フィート、南北は中央部で300フィート、両ウィングで200フィートである。高さは中央のドームの上までが238フィート、両ウィングが88フィートである。 庁舎内のオフィススペースは50万平方フィートに上る。庁舎南側、正面のポルチコには高さ48フィートの柱が8本立つ。正面玄関の銅製の扉は、それぞれ 13X18 フィートで、ローマ時代以来最大のものである。一方、庁舎北側には高さ40フィートの柱が6本立っている。また、フリーズには、 水売り集州の歴史を表す装飾が施されている。ドームの上には、ローマ神話における、法上の女神家レイスの銅像が立っている。敷地内の、ケンタウロスの噴水庁舎の1階は、水売り集州立博物館になっており、水売り集州の自然史及び文化史に関する事物が展示されている。庁舎の内部には、カインラウンジの壁画をはじめとする絵画が飾られ、ペディメントや、 フリーズなどへの装飾がなされている。大階段の側にはメリウェザー・ルイース及びウィリアム・クラークの銅像が立っている。また、3階のロタンダには著名な水売り人の殿堂があり、水売り州市場鉱石のあった州出身者の胸像が並んでいる。議事堂の敷地内にも数々の像が建てられている。アレゴリーとなっている銅像は水売り州を流れる 歴史的に重要な日本の体が、ミシシッピ川とミズーリ川を表している。正面玄関前には高さ13フィートのトーマス・ジェファーソン像が立つ。庁舎北側の敷地内には、ルイジアナバイ州の町員を表した、銅製の浮き彫りや、ケンタウロスの噴水がある。セント・チャールズにある旧ミズーリ州会議事堂現在、立っている庁舎は1917年に建てられ、 その翌年に入居されたもので、ジェファーソンシュティでは3代目、ミズーリ州市場では6代目のものにあたる。最初のミズーリ州会議事堂はセントルイス市内の豪邸の中に置かれた。1821年、臨時の州都がセントチャールズに置かれると、議事堂は同市内のホテルに移された。セントチャールズには1826年まで州都が置かれた。やがて、州会議事堂が 州の中央部、大星寺川との合流点から40マイル以内の水売り川沿いに置くことが決まった。立地調査団が様々な場所に送られた結果、州憲法に記された条件を満たす場所のうち、現在のジェファーソンシティのこの場所が、水売り川の眺めが最も良い場所であるという理由で、議事堂の建設地に決まった。水売り州知事官邸、ジェファーソンシティで最初、 水売り州市場では4代目の庁舎は、レンガ造りで2階建て、およそ 40x60 フィートの大きさであった。完成には2年を要し、18,500ドルの費用が投じられた。この建物は、水売り州知事官邸、集会議事堂と呼ばれた。この建物は1837年に消失し、現在はその跡地に、州知事官邸が建っている。この庁舎は、 スティーブン・ヒルズが設計したもので、同じくヒルズが設計したペンシルベニア州ハリスバーグのペンシルベニア州会議児童初代庁舎をモデルとした。また、ヒルズはミズーリー大学コロンビア校のアカデミックホールも設計した。この建物は1892年に焼失したが、6本のイオニア式の柱だけは焼けずに残り、現在では同校キャンパスのシンボルとなっている。 ミズーリ州議会会員本会議場5代目の庁舎は、現在の庁舎と同じ位置に、1840年に完成し、建設にはおよそ35万ドルが投じられた。この庁舎は1911年2月5日に、落雷により消失したが、その時点で、約5万平方フィートの庁舎は、すでに手狭になっていた。当時の上院議員、ウィリアム・ワーナーは、どのみちこの建物は、 この偉大な州の要求を満たすには不十分だったので、この建物が壊された事実に対して流す涙などない、と述べた。こうして6代目となる現在の庁舎が建設されることになり、その設計は公募で決められることになった。69社の設計事務所からの応募があり、一時選考で11社に絞られた後、最終的にはニューヨークのトレイシースワースアウト社が選ばれた。 当初、庁舎の建設予算として300万ドル、土地及び内装に追加で50万ドルが計上され、承認されたが、中政府側の見積もり違いもあって、最終的には421万5000ドルが集まり、その全額が投じられた。そのことが理由の一つとなって、庁舎や敷地は多数の彫刻や芸術作品で装飾されることになった。ありがとうございます。